はい、オタ要領の世界のオタでございます。はい、ですね、今日はフルテックの小林さんに来ていただいております。フルテックの小林です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、この動画見ていただいている方、いろんなこうタイミング出たと思うんですけど、この動画とは別に、本編というか別の動画も撮ってまして、ちょっと今日はその動画を撮った後に今撮ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。ですね、軽くこうざっと説明をいたしますと、フルテックさんといえばオーディオマニア、オーディオファンの方であれば、一度は、耳にしたことがあるであろう有名なケーブルブランドだといいですけど、アクセサリーブランドさんでございます。なんか有名なというか代表的な製品って何かあります？パッと。そうですね、やっぱりこの近年でいうと、その NCF ブースターシリーズっていう、はい、NCF っていうのは特殊素材の名前を指すんですけど、はい、クリスタルフォーミュラーという、その、はい、特殊素材を使った製品というのをですね、2015年から、はい、発売、電源プラグだったり壁コンセントに使ったりするんですけど、はい、今度はその今日今太田さん今手元に持っていただいて、はい、この NCF ブースターシリーズというのは2017年から発売になりましてですね、はい、これがその、アクセサリーの分野としては比較的こう、扱いやすい、誰でも手軽に簡単にっていうような、はい、そういったコンセプトもありますので、はい、それをこう試していただきたいなっていう、はい、うん、それが割と最近は特に多い方ですね、はい、NCF ブースターシリーズが、うんうんうん、はい、NCF っていうと、ナノクリスタルフォーミュラー、はいはい、ということなんですけど、なんか鉱石であるとか、そのなんかマイナスイオン的なものを発生させて、ね、はい、静電気とか抑制するという、はい、そういう効果があるんですね、はい、でその、効果がこのそうです、プレートの部分、樹脂の部分に調合してる、調合されてる、はい、なので、音が良くなるんですけど、こういう形のブースターシリーズ、非常に当店でも人気なんですけども、これがフルテックさんの結構代表的な商品になります。はい、これが何をする製品なんだ、うん、そうですね、というちょっとメカメカしいところもあるんですけども、はい、思われる方がいらっしゃると思うんですけども、うん、これはケーブルの、コネクターを押さえるアクセサリーなんですね。はい、ケーブルをこう機器に対して挿していて、ちょっとこう下がっちゃうと、自重で、それをここでこうクッと支えてマウントしてあげると、もう音が良くなるということなんですね。効果を狙って、はいはい、作ってますね。はい、今日はですね、それを試していこうと思います。はい、ちなみにですね、これとあとは、はい、あとこれちょっと外れちゃってるんですけど、この支柱に対してこの下のプレートとこの上のプレート、サンドイッチですね、はい、サンドイッチされてる、はい、モデルもあって NCF ブースター、はい、NCF ブースターというモデルなんですけど、はい、こういうモデルもあります。でこれはこっちはフラットなんですけど、こっちはこう丸になってます。電源プラグのように、はい、プラグもそうですね、四角いプラグとか丸いプラグがあるので、それに合わせた形状になっているというですね。はい、であとはこれ NCF ブースター、はい、それは一国の、はい、シングルですね。はい、はい、NCF ブレイズ、ブースターブレイスシングル、ブレスターブレイスシングル、シングル1個目、はい、になります。効果効能というと大体一緒なんですけど、ここ、ここと、ここにもその NCF、はい、NCF、はい、特殊素材を、はい、施してますね。特殊素材を施されてて、電源のコネクターにマウントするというふうになっているので、はい、要はこれを壁コンに刺さってる電源、はい、ケーブルですね、プラグに当てるとに対してやります。はい、はい、じゃあちょっとそれぞれのお値段を、はい、発表しておきたいと思います。はい、はい、これはいくらでしたでしょうか。 NCF ブースターシグナルが税込みで24,000円、はい、約24,000円、23,958円、はい、ちょっと税込み金額ですね、はい、2万円ぐらいこれになります。はい、
でブースターですね。ブースター、はい、これがこちらが、はい、台座がこのブースターシグナルっていうのと、はい、このブレ、NCF ブースターとこの台座が一緒なんですけど、はい、上が違うだけなんですけど、はい、この NCF ブースターの方ですね、はい、こちらの方が約3万9500円とか600円ですね、はい、税込みで、はい、うん、なってます、はい。でブレスシン、ブースター、はい、はい、ブレスシングルですね。シングル。こちらの方が、はい、1万5、6千、僕もいい加減だな。じゃあ、ここに出てるのかな。ここにありますよ、ね、金額の方が、税込みで、1万6698円ですね。いいはい。出てます。はい。でございます。じゃあこれを、電源にマウントして、視聴してみたいどんな変化があるか。はい。はい、ちょっと楽しみです。思います。はい。お願いします。はい。そのサブウェイのルミナは約10万円、10万円ちょっといくと思いますけど、はい。ペアで約10万。モデル40、ネットワークプレイヤー兼プリメイアンプですね。で約、ま、20万円台、ま、こう中盤ぐらいの値段ですね。はい。スピーカーケーブルゾノトーンの、ま、メーター2000円ぐらいのモデルですね。で電源ケーブルは、ま、これもゾノトーンのエントリークラスの2万円しないぐらいのモデルですかね、になります。でこれに対してやっていきます。音源は Apple Music を再生します。まずはこれ何にもやってない状態ですね。はい。There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. She is a special one, she's never seen the sun, she only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming.Growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem.これとこれをまずつけていきたいと思います。はい。はい、どうしようかな。ごめんなさい。ちょっと先にまずこれだけつけます。はい。じゃあプレイヤーの電源ケーブルの、はい、のインレット側ですね。はい。そちらの方に NCF ブースターシグナルの、はい、フラットタイプのものを取り付けをお願いします。はい。予行練習が効きましたね。予行練習撮影前にちょっとコツをちょっとね、はい、教えてもらったしっかりと、はい、下からそうなんですよ。はい、はい、こんな感じです。はい、こんな感じでマウントされてます。はい、では今ブースターが入ってる状態でございます。
is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem. She is a special one. She's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars areGrowing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. There is a. はい。じゃあ次はごめんなさい。さっきあの丸っこいあれにあれを次やるって言ったんですけど、こっちに変更しました。NCF ブースターね。NCF ブースター。はい。これ先にやります。シグナル、はい、NCF ブースターシグナルと同じ場所に、はい、今度は NCF ブースターに変えるとかですね。はい、はい、です。じゃあ上を、はいはい、これを外します。外します。はい。はい、で下の、はい、こちらですね。はい、これを、はい、付け替えますね。はい、これで、はい、これで高さ調整しますんで、はいはい、ちょっと仮止めで。はい。はい。はい、はいはいはい、はい、でこれで聴いていただきます。ブレースシングルを今つけました。はい、これで、NCF ブースターと、ブレースのシングルが、はい、ついている状態ですね。はい、でこれで鳴らしていきたいと思います。There is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem. She is a special one. She's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming.
soft and sweet and dreamy. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. はい。ということで聞いていただきました。いやー全然違いますね。全然違うと思いました。まあまあ。まあ、まずあの一番フラットな何にもない状態からが、まあ、ゼロだとすると僕の主観の良さですけどなんか ゼロが本当に100ぐらいマジっすか本当にでも体感良くなりました。ちょっと離れてるところで私も聞いてたいんですけど、はい、やっぱり分かりましたよね。分かりますよね、はい、まず、一番最初はい、ブースターシグナブースターシグナですね、はい、フラットタイプはい、はい、のものを、まあ、入れましたと、まあ、それだその時は全体的にちょっとこうノイズ感というか、うん、ふわっとした感じがちょっとこう締まった風な印象になりましたね。はい、でちょっとこう低域が前に出てくるような感じになりました。で驚いたのがこの次ですね、 MCF ブースター、はい、ブースターに変えたと、まあ、上からこうクランプする、はい、モデルですね、はい、に変えた途端なんかもう次元が違う感じに、はい、言い過ぎじゃないですか。いやいや本当になりました。大丈夫ですか。いやなんか出ません。本当にありがとうございます。なんすかグルーヴ感というか、ベースの乗りっぷりがまず全然違うし、 あとはボーカルの伸びやかさ、それも全然なんか質感が違って聞こえましたね。スピーカーがなんかこれ10万ぐらいのスピーカーですけど20万ないし30万ぐらいのあのモデルにアップグレードしたぐらいすごいいい風になったと思います。嬉しいですね。はい、で最後ブースターシグナルですね。はい、ブースターシグナルですね。になったあを入れた時は、まあNCF ブースターを入れた、入れているのですでによくはなっていたんですけど、さらにそこに磨きがかかりましたね。なんというんだろうな、あんまりこう NCF ブースター並みにガンガン、うんうん、来るっていう風な変化ではなかったんですけど、なんかこう細かい余韻ですとか、まあ、ベースの、ウッドベースのバン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 っていうあれ結構音もともとふわっとしてるんですけど、それがもうちょっとこう明瞭になってなんか楽器の感じがちょっとこうリアルに伝わるようになったかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、で、はい、ポイントはですね、とにかく簡単でそこまでコストがかからないっていうことですね。はい、そこがすごくいいなと思います。だってブースターシグナルに関してはもう1万円台で買えちゃうわけですし、ベースシングですね。ベースシングさ、カーベンコンセントに使うレースシング、はい、はめるだけですからね。はめるだけ、はい、非常にお手軽だなと思いました。しかもこれ結構皆さんこれ悩まれることなんですけど、まあ、新しい機器が欲しいけどこう例えばスピーカーをバーンとなんか変えたいけどちょっとやっぱ奥さんに怒られちゃうんだみたいな、あるあるですね、はい、あるじゃない、見た目あんた買ったでしょ。そうです、僕もそれで何度怒られたことあるんですか。あります、あります、機器あります、はい、なので考えることとしたら、はい、見えないところを変えてやろうと、はいはいはい、っていうのがまあ、基本的に裏側にこう裏側するものなんで、はい、結構こっそりと本質アップができるし、はい、そんなにお財布にも負担がないということで非常にいいんじゃないでしょうか。あ、そうです、ありがとうございます。はい、でですね、小林さんの粋な計らいでこのキャンペーンを
実施することになりました。いいはい。トートバッグ。あとか。はい。せっかく今日は、はい、はい。はい。こちらですね。はい。こちら、ババン、フルテックさんのオリジナルトートバッグ。はい。めちゃめちゃあの生地が分厚くてですね、デザインもいいなって。トートバッグ。はい。はい、これを。はい。これをですね、NFC ブースターシリーズですね。ですね、はい。はい。今ご紹介したブースターシリーズを、お買い上げのお客様に。お対応でお様はい。あ、そうそう。うちで買っていただいたんですね。はい、に、先着で5名様、はいはい、限定でプレゼントいたしますので、はい、させていただきます、はい、ちょっとぜひご検討いただけたらなと思います、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ありがとうございます、はい、本当にあの絶対買って損はないなと思いますんで電源周りですよね、はい、そこのちょっと一工夫じゃないですけど、一つちょっとこういうアクセサリーを使うことでより、はい、音楽がよりまた豊かになるとか、音楽的にさっきのベースのラインのグループって、はい、僕それすごく響いたんですけど、僕もそういう風に感じてて、はい、楽しくなりますから。そうですね、はい、それのきっかけ作りとして、はい、まあ、フルテックだったらこういう製品がありますということをですね、はい、ちょっと今日ご紹介させて、はい、あのいただきましたね。ありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。じゃあ今日はあのフルテックの小林さんに、お邪魔しました来ていただいてありがとうございました。はい、じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。